そして私、CV 担当の私西本りみもチョコが好きということで、ブログでいろいろなお店のチョココロネを紹介しています。ということで今回いただくパンはこちらです。お願いします。おお、おやおや、ピンクいのが来ましたよ。丸い、丸い、何これ、ピンク、チョコなのか。これは映えやな、見えますか。ありがとうございます。ピンクの何、なんか岩みたいな、ピンクの岩って感じ。今回いただくのはですね、サンエトワールさんのストロベリーチョコメロンパンです。あれー、ストロベリーのチョコのメロンパンです。おしぼりが乾燥してる。おしぼり乾燥してるダメじゃん、もう寿命切ってるこれ本当だ、ティッシュ、ティッシュみたいな、ティッシュみたいなってるね。え、さえちゃんのは吹けるの。あの、にわかなウェッティー感は。あー、そうなんだ。これ水の、の、美味しそう。あ、確かにこれ水、これちょっとかけたらさやめよ、これ、これはちょっと水るものではない裏とかでやるやつ。わかりました。はい、お、はい、何ですか。せっかくの出張版なので、いつもとは違ってみんな一人ずつ食レポをしながら食べたいと思います。アイミーイわーアイミーやろう。じゃあ私からいきます。知っていこういう、じゃあ、あいみさんの食レポ、はい、いただきます。あー、あ、おー、お、うん、カリカリだー、うん、え、ちょっと待ってください、中身、え、中身気になりますよね。開けまーす。開けます。何もなーね、中身あると思った私もなんか入ってるかと思ったんだね。でもすごいチョコパンだからあると思う。インパクトには残るなるほど、美味しいです。確かにストロベリーチョコメロンパンだもんね。チョコはどこ行ったんだ。チョコはどこどこ、ね、確かに。以上、あいみでした。はーい、ありがとうございます。え、じゃあメンバー順でいいですか。どうぞ。そうね、私も頑張るじゃあさえちゃん食レポお願いしますね。お、お、あの、いちごのなんかあのドライフーズみたいなのがつぶつぶして、パンだけどいちごの味がしてあのこれチョコパンなの？ストロベリーチョコメロンパン。そっか、いちごのいちごがいっぱいのいちごって感じ。いちごが強めなんだね。いちごか。ちょっと先生、りみ先生、じゃあ、はい、じゃりみ先生にも食レポしていただきますか。そうそうね、いただきます。お、お、なんですね、先生は。手つきが慣れてますね。いただきます。あ、一口が大きい。美味しそう。ダメだ、リミちゃんの顔に笑っちゃう。シールが顔で笑うの。シールが。うん、うん、ストロベリーですね。チョコ、あれは先生の大好きなチョコの感じは？先生？え？先生？先生？先生？え？先生？先生？先生がなんか表面を表面を剥がし始めたぞ。表皮を表皮をめくり出しました先生が。どうした？そうだ、あらわになっちゃう。先生おもむろにあらわになっちゃう。やあ、なんかチョコチップっぽいもんない、ここに。先生、これ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 、あ、先生、プロは、先生がプロはチョコチップを探しながら食べるの、メロンパンを。わずかなチョコを感知したようですよ。丸いのがなんかついてるみたいな。あるチョコチップあるよ。これこれこれ、チョコチップなんだこれ。あー、さすが先生、さすが先生、やっぱ目の付けどころが違いますね。ホワイトチョコのチップチップが埋まってますね。おー、そういうことだったんですね。もはやレポではなく探査機という。さすが先生ですわ。さすが先生ね。はい、ということで選手、大橋選手いきます。大橋選手、じゃあちょっと大橋選手はチョコを探したいと。今日すごい選手っぽいね。お、割りに行く。4つに割ったらさすがにどっかに紛れてる。あー、美味しそう。ないですね。中は何もない。中諦めてなかったんだね。中はないんですけど。はい、お、お、うさぎを一口。うわ、おいしい。よかったね。あ、どどどどどおいしい。あのね、おいしい
風味があって、うん、なんかこう女の子って感じのパンですね。あー、かわいい。セレンシュ。そう、なんか甘すぎなくて多分いい感じに糖分を補給して集中力アップできます。うわー、有力。素晴らしい。今のところ誰よりも素晴らしい。素晴らしい食レポですね。以上です。待って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 、え、あ、私ですね、次。行きます。丸が2つ。アイミン。ごめん、心の声が。アイゼちゃん可愛いよ。アイゼちゃん。誰が丸二つよ。丸。お肌の色もちょっと近いし。いやめっちゃ美味しいわ。美味しいね。美味しかった。何個ぐらいいけちゃうの？これはね、今日はね、まあ、3つはいけるね。3つ、うん、まるまる。いや食が進むわ。食レポだから食べると楽しいですね。美味しかった。美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということでこちらのコーナーではいろいろなチョコパンを食レポしていきます。皆さんもぜひおすすめのチョコパンを教えてください。ポピラジ。